に時間が過ぎてしまったので、ちょっとそろそろ始めたいと思います。本日は森田俊也講演会にご参加いただきありがとうございます。私はカトリック政府と平和広島協議会の牧山と申します。本日進行係をさせていただきます。ちょっと戸惑ったりすることもありますと思いますけど、よろしくお願いします。このカトリック登り町協会の主任神父の後藤神父からこの挨拶をお願いします。皆さんこんにちは。ちょっと風も入れ申し訳ないんですけれども、私たち神父の方には今日いらっしゃっていると思いますけれども、昨年11月に宗教団体としては最初の部位になったんですけれども、原爆倉庫廃止をというのは教会としての声明を出しました。その後、この教会としては昨年に3回昨年の原爆追加感染学習会進め、そして一度は皆さんも伺ったかと思うんですけれども、後藤と私も後藤正史さんですけれども、後藤正史さんですね、原爆倉庫の横の設計者で、それ以来ね、専門家というか、ずっとこの独自の学習を続けてまいりましたけど、この度は幅広くこの原発の、内部被爆について、原発の被爆についてですけど、その中でも内部被爆についてのこの情報を集め、そしてお互いに、市民と科学者を結びつけ、そして被災地と他の地域を結びつける、活動といいますか、本当に知恵を絶たず活動しておられる京都にもお住まいの森田俊也さん、今日来てくださいました。昨日ツイッターブログを拝見させてもらったんですけれども、もう今同時に広島で、ニカラガタのそのいわゆる内戦というか、その中での被害者、その京都でも何かあったらしくて、ですからそういわゆる命ですね、命という名の尊厳が傷つけられているという、そういう現状に対してとにかく関心を持ち続けていらっしゃる方です。私も最初、先週ですよね、日韓の司教たちほどほぼ全部集まって、毎年いただきたい人に交流会してるんですよ。去年は仙台で、原発をテーマに学習をしました。実は今年は韓国だったんですけども、そこでも原発をテーマに学習会、司教たち参加ですね、日韓。そしてその中で、実際の原発、ウォルソンという月の城という原発の、これから稼働するというところを実際に案内してもらいました。その所長もカトリックの人だったんですけども、とにかくその中で韓国でも日本が先に、先では実際の被害を受けてやっと明暗されたわけですけれども、一緒に国際的なつながりでも、原発をなくしていこうという動きの中にあります。今日はこの森田俊也さんにその辺をずっとですね、そのブログの中でもおっしゃったんですけど、やっぱり民衆の力っていうね、デモスとクラシーっていう、やっぱり民衆同士の力、それを結びつけていこうということで、一生懸命あちこち回っておられます。今その民衆の力とまた別の動きがありますよね。ご存知のようにヤングとも言われていますけれども、あれだけ原発を廃止、一生懸命廃止しようと言って、橋本さんもあっさり感動を下ろしました。その中でですね、どうなっていくか、結局本当に私たちがですね、政治家にはやっぱ任せきれないという現実があるので、私たち自身がこういう勉強、学習会を通しながら、お互いの力を詰めながら、共に歩んでいきたいと思います。なくすことはあれですよね。この辺で、もう一度に、お話に。
集中医なんですけど、トイレの方の案内を階段のここ出まして階段の右の方に、階段上がる方の奥にありますのでご利用ください。それとそれから、ちょっと携帯の方の、準備もよろしくお願いします。以上です。じゃあ森田さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは、森田俊哉です。よろしくお願いします。広島県はですね、何故か尾道から福山、三春と呼んでいただいて話したことあるんですけども、広島市で話をさせていただくのは初めてになります。後で詳しく話しますけども、やはり放射線の問題を考えていくときには、やはりですね、原爆のことを抜きにはもう何も語れないという位置があると思います。なので、私にとってもですね、広島で皆さんにお話しさせていただくことはとても、光栄なことだと思っています。同時にですね、今日はここにカトリック教会に呼んでいただいたんですけれども、私は今まで、京都では、やはりカトリック正義と平和協議会の、三条カトリック教会に、2回ほど呼んでいただきました。それから京都ノートルダム女子大学というのがあるんですけども、そこのシスターと昔からずっと仲が良かったこともあって、そこでも呼んでいただきました。で最初に呼んでいただいたのが、事故の割と後の去年の6月の25日だったんですけども、その時にですね、カトリック正義と平和協議会の皆さんが、原発の説明のパンフレットを、作って配ってらっしゃってて、今日もありますかね。それがもう大変素晴らしい内容で作られているので、とても感銘したことを覚えているんですけれども、昨日牧山さんに、お会いしたら、実はもうその作成に牧山さんとかすごい関わられたということを聞いて、非常に感動しました。小出さんなんかね、監修を受けて、素晴らしいものを出してくださったなと思います。で同時にですね、ちょっとだけ僕のカトリック教会との、ご縁というかそういうことをお話したいんですけれども、先ほどですね、世界平和記念制度を、案内していただいて、本当に素晴らしいなと思って、今も感動しているところなんですけれども、これ開くとですね、この見開きの左側に、ヨハネ・パウロ2世のお言葉が書いてありますね。ヨハネ・パウロ2世は、教皇になって、おそらく初めての外遊が広島だったと記憶しています。でそこで、1981年の2月25日に、平和アピールを挙げられているんですね。で僕は社会的共通資本研究センターというところにいたんですけども、そのセンターを立ち上げた、宇沢博文先生という方が、この平和アピールこそがですね、この社会的共通資本、人々が幸せに幸福に暮らしていく、その基盤作りをどうするかというのが本なんですけれども、その考え方の基礎があるというふうにおっしゃって、このフェアピールのことを絶賛され続けてきているんですね。なので今日ちょっとですね、そのアピールを、少し、まず読まさせていただいて、そこからちょっと入りたいと思います。ですいません、この携帯にデータがあるので、これちょっと 見ながら読みます。で、ヨハネ・パウロ2世が、広島に来られたときに、こうおっしゃいました。35年前、ちょうどこの場所で数多くの人々の命が一瞬のうちに奪い去られました。そこで私はこの地で、人間性のため、全世界に向けて命のためのアピールを、人類の将来のためのアピールを出したいと考えます。各国の元首、政府首脳、政治経済上の指導者に次のように申します。正義の下での平和を誓おうではありませんか。今この時点で紛争解決の手段としての戦争は許されるべきではないという固い決意をしようではありませんか。人類同胞に向かって軍備縮小と全ての核兵器の破棄とを約束しようではありませんか。暴力と憎しみに変えて信頼と思いやりを持とうではありませんか。この国のすべての男女、全世界のすべての人々に次のように申します。国境や社会階級を超えて、お互いのことを思いやり、将来を考えようではありませんか。
平和達成のために自らを啓蒙し、他人を啓発しようではありませんか。相対立する社会体制の下で、人間性が犠牲になることが決してないようにしようではありませんか。再び戦争のないように力を尽くそうではありませんか。全世界の若者たちに次のようにもします。共に手を取り合って友情と団結のある未来を作ろうではありませんか。窮乏の中にある兄弟姉妹に手を差し伸べ、空腹に苦しむ者に食べ物を与え、家のない者に宿を与え、踏みにじられた者を自由にし、不正の支配するところに正義をもたらし、武器の支配するところには平和をもたらそうではありませんか。あなた方の若い精神は善と愛を行う大きな力を持っています。人類同胞のためにその精神を使います。素晴らしい宣言だと思います。本当に、このヨハネ・パウロ2世がおっしゃった、ことにですね、私も、このような考えでこれからも生きていきたいと、そういうふうに思います。で、実はですね、このヨハネ・パウロ2世と私の、師匠の宇佐井博信先生はちょっとご縁がありまして、どういうご縁なのかといいますと、ちょうど1990年にですね、ローマ教会が、100年に1回ですね、ローマ教会が各世界のビショップに対して会勅というのを出す、レールム・ノバルムというのを出す、その改定の年に当たっていました。で、その改定を出すにあたって、ヨハネ・パウロ2世が、宇佐井博信先生にですね、なんとアドバイザーになってくれないかという依頼をしてこられて、でそれでローマ教会まで行かれたんですね。でちょうど100年前にレオ13世という方が、会食を出していますけども、その内容が、資本主義の害悪と社会主義の幻想という内容だったんです。でつまり当時資本主義社会がどんどん軟弱して、貧富の差がどんどん拡大していて、それに対して急速に社会主義が伸びているけども、それで解決できるんだろうか、そこには愛が足りないから、それは幻想ではないかということを出されたんですね。でそれに対してちょうど1990年、どういう時代なのかというと、ご存知のようにチェルノブイリの事故がありまして、でその後に、ソ連社会がもう内側がどんどん崩れていって、社会主義がどんどん崩れている時代だったんですね。でその時に、資本主義といっても、今世界を席巻しているような、もう弱肉強食の、何でもありのこう市場万能論というか、そういう資本主義がどんどん台頭しつつある時代 で、ヨハネ・パウロ2世は、宇佐先生は経済学者なので、経済学者としてこの資本主義に対して信頼していいだろうか、私はどうもこの資本主義の方向には、愛がないような気がする、そういうふうに、質問されたそうです。でそれで、宇佐先生がですね、そこで出されたレール・ノバルムの副題をですね、今度は、社会主義の概略と資本主義の幻想にしましょうというふうにおっしゃって、ヨハネ・パウロ2世も、まあ、それは素晴らしいと、その内容でいきましょうということになって、それで改築図を書き込まれたんですね。でご存知のように1991年ソ連が崩壊していきます。でその社会主義の崩壊の過程でですね、やはり社会ソ連の体制を、ね、作り変えていくときに非常に影響があったのが、やはりヨハネ・パウロ2世が言われたさまざまなお言葉だったそうです。でそういう映画がありましてね、私の師匠小沢先生は大変お酒が好きな方で、この話も大体お酒がたくさん入ってから出てくる話なんですけども、でいつも言われるのはですね、それでまたローマ教会に呼ばれまして、で教皇のお部屋でですね、極上のワインを飲ませていただいたんだそうです。で先生曰く、大変綺麗なシスターが極上のワインをどんどんついてくれるんだそうですね。でそれをどんどんコン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 飲んでいたんですね。先生どんどん飲むと口が滑っていく方なんですけども、ローマ教皇に対してですね、ヨハネ・パウロ2世に対して、今世界大変乱れていると、この時こそあなた方宗教者がしっかりしなければなりませんと、ね、おっしゃったんだそうです。そしたらヨハネ・パウロ2世はニヤッと笑われて、あなたはこの部屋で私に説教をした初めての人間ですというそうおっしゃったんです。でまあ、そんなのはいつも笑い話とおっしゃるんですけども、やはりさっき言った本当に貧しい者には家を与え、
苦しいものは救んで慈しみあって生きていこう、そういうことを可能にする社会体制というのはどうなのかということが社会的共通資本ということで考えてきて、資本主義とか社会主義とか何かこう人の心をちょっと離れたところでシステムを論じるんではなくて、やっぱり人の心がですねどうやって満たされていいのかっていうようなことを考えて、社会の体制を考えるというのが、私も参加させて、いただいて行っている社会的共通資本というところの考え方です。で今日はやっぱりその考え方を、ね一つのベースにしまして、これからの話を進めていきたいと思います。で、レジュメを用意しました。ここで、福島の現状と内部被曝の危険性についてということで、1から4で番号を振ったんですけども、ちょっといろいろ考えてて整理しまして、1のビキニ干渉水爆実験の、ことはですね、放射線の影響をいかに見るかという話の中の方にちょっと入れたいと思います。なので、今日は、福島の現状ということが一つの大きなタイトルです ですので、まずは2のですね、福島原発と放射能汚染の現状というところからお話をしていきたいと思います。で、最初にですね、皆さんと、私たちの国のですね、汚染被爆状況がね、どんなふうになっているのかということを、少しスライドなどを見ながら、確認をしていきたいと思います。よろしいでしょうか。明るさはこれで大丈夫ですかね。後ろの方大丈夫ですか。もう少し拡大してみましょうか。はい、これは、東北関東のですね、被爆状況を、示している、スライドで、これはですね、群馬大学の早川幸雄先生という方が作られたものです。で、この早川幸雄先生という方は火山学の研究者の方で、火山を研究していると火山灰 の流れについてお詳しいんですね。で、その考え方を応用して、放射能の雲がどういうふうに流れたのかということを非常に細かく調べてくださいました。ただしですね、この図は基本的にセシウムをベースとしていまして、その前にですね、要素というのがたくさん出てるんですね。で、この要素が出てるんですけども、それがあまり どこにどう流れたのかということはつかまれていません。つかまれていないというのは、政府がちゃんとデータを取ってない、何しは取っていてもそれは明らかにしてないということになると思うんですけども、なので、これはセシウム、基本的にセシウムだけの汚染ですので、必ずしもこれには含まれない汚染もあるということも頭に入れてください。で、ご存知のように、要素というのは、特に甲状腺にたまるんですね。で、甲状腺にたまった場合、子どもに、甲状腺がんが発生しやすいんですけども、昨日ですね、福島県内の、調査、36万人の子どもの調査で、甲状腺がんの可能性のある、子どもが発見されたという報道が出ています。これ、2つ目、2例目です。1つ、少し前、9月の段階で1人発見されて、それは甲状腺がんであることがはっきりしました。ただし政府は、まだ事故から1年ちょっとしか経ってないので、福島原発の制度がないというふうにやっています。で、今回はまだ疑いなんですけども、2例目としてね、出てきています。で、通常では甲状腺がんというのは子どもの場合100万人に1人くらいしか出てこない病気ですので、それももう2例目ももう出てきているというね、かなりの要素の被曝をしてますので、これはもう事故の可能性が非常に高いと思います。そういう要素の被曝がこれに、さらにこれに重ねる形であるということをちょっと頭に入れて見ていってください。で、ここが福島第一原発ですね。で、ここに福島第一原発があって、一番濃度の高い雲の流れというのは北西に流れていって、北西からですね、これ恐ろしいことに向きを全く変えて南、南西の側にずっと流れてきました。都市でいうと、ここが福島市です。で、この黒いポンとあるところが福島市の、中心部、県庁所在地があるところですね、福島県の。で、この福島県の県庁所在地から福島第一原発までの距離は62キロです。だから、60キロなんてのはすぐ飛んでいくんですね。で、この流れがどこに行ったのかというと、福島の現状というふうに言いますけども、福島は簡単に超えてしまいます。ここが郡山市、原発から真西の都市で、さらに、もうこの辺から福島県と、栃木県の県境になります。で、ここに行くと那須で
ですね、那須高原、那須塩原という駅が新幹線でありますけれども、ここもかなりの被爆ですね。で、ここの那須には有名な建物があります。何かというと、天皇一家の御用邸ですね。天皇一家の御用邸はものすごく被爆しています。で、そこに行かれているので、ご家族もね、かなりの被爆だと思います。から、さらに流れていって、ここが、国際的に有名な観光都市の日光ですね。日光の汚染はかなりひどいです。にもかかわらず、今、東北の小学校は日光への、修学旅行を相変わらず続けている状態ですね。で、この流れは、これが前橋なんですけども、矢印は前橋の手前で止まってるんですが、まあ、一番、濃度の高い雲の流れがここまでということで、前橋が被爆してないということはありません。この辺もかなり被爆はいっています。だ一番濃い流れがこういうふうに動いているんですね。で、もう一つ、東京方面に流れた流れを見ていきます。こんな感じで、一つは海側を通過していったので、遮るものがないので、濃度が高いまま、ここから入って、千葉県をこれは激しく汚染しています。で、ちょうどここに柏市とあります。柏市、それから、松戸市、流山市、これはものすごく高いですね。福島市内とそんなに変わらないような汚染の状態があります。もう一方の流れが、いわき市、福島県のいわき市から、北茨城市に入って、茨城県をずっと汚染して、これ水戸市ですね、から常総市を抜けて、まあ、これ2つ沿ってる感じなんですけども、もう少し西側に入っていって、この辺がどこになるのかというと、東京の23区の、東側です。23区の中で一番汚染が高いのは江戸川区のあたりですね。その辺も、被爆をして、ずっと東京の中を抜けていきました。で、東京の西部地域の、町田市とかを抜けて横浜の方に入って、でさらに厚木を越えてですね、ずっとこっちに向かっていったんですけども、ちょっと地図今ありましたけど、このポツンとこれ富士山なんです。で、これだから富士山の裾野ですね、この辺がね。富士山の周りっていうのは非常に気流が向いてますので、おそらくもう富士山を越えられなかったんですね。なので、方向変えてまたずっと北上していきまして、この辺群馬県です。群馬県をずっと汚染しながら、さらに群馬県から新潟県に入りました。で、新潟県に入ってこの辺止まってるんですけども、この場所は新潟県の魚沼郡です。聞いたことありますでしょうか。コシヒカリの有名な産地ですね。そこに入って、で、ここに降った放射能というのは信濃川に入りますので、日本海に出ている状況ですね。で、同じように川の問題で言いますと、こちら側に、阿賀野川、こちら側に阿武隈川というのが流れているんですけども、この両方の川の汚染はもうかなりシビアな状態ですね。阿賀野川というのはこの新潟の、水俣病、水銀の問題で汚染されてやっときれいになってきたところなんですけども、また残念ながら放射能で汚染されてしまいました。反対にですね、北側に向かったのはどういうふうな流れになったのか見ていきますと、2つの流れルートが考えられているんですけども、特に濃いのはこちら側のルートです。山形市と仙台市の間をどちらかというと山形市寄りに、山形市の方が、大きく被爆しさせながらこう流れていきました。で、流れていったんですけども、だいたい山形市と仙台市が原発から100キロです、両方とも。ところが一番主要な汚染はですね、実はここ飛び越えてこの岩手県の一関市というところ、ここがかなり激しく被爆しています。で、さらに一関市のちょっと、北に行くと奥州市というところがありますね。これも奥州義勇で有名なところなんですけども、そこが汚染が高いです。ざっくり言うと仙台と一関で言うと、一関の方が仙台でも10倍以上汚染されています。仙台と山形は3対1ぐらいの汚染になりますかね。そんな感じです。で、こういうふうに見ていった場合に、汚染の状況というのはですね、どうも福島というふうに福島県だけがね汚染されているかのような思いを抱いてしまうんですけども、そうではなくてもう関東東北全域ですね。なので東京も実はかなり危険なところがたくさんあります。で、ざっくりですね、どのぐらいの汚染なのかということを、まあ、これはいろんなデータの持ってき方があるんですけども、僕はちょっと変わったデータを使ってみまして、何のデータなのかというと、焼却場の、燃やした時に出てくる、灰から出てくるデータです。
で、この焼却場の問題はね、皆さんご存知のように、東北で、汚染された瓦礫を、まあ、瓦礫というのは僕は決してちょっといい言い方ではなくて震災遺物というふうに呼んでるんですけども、それを、まあ、地震を日本で処理するということで、今どんどん、まあ、大阪とかに持ち込まれてきてますね。で、最近ではだから高浜町とか原発のあるから鶴ヶ市とか、そこで燃やしたりして、試験焼却しただけで周りでちょっと健康被害が起こっているんですけども、この場合ですね、ただこの問題はですね非常にこういろんな角度から見ることができるんですけども、僕が一つ思っているのはちょっと瓦礫というふうにかなりセルフ誘導している気がするんですね。なぜかというと瓦礫と言っていると何か放射性物質というのは瓦礫にばっかりついているようなイメージになってしまいます。ところがそうじゃないんです。これご覧になるようにこの地域全体が放射性物質かなり降ってますから、この地域で一般ゴミを集めて燃やすとどこの焼却場でもものすごい放射能が出てきてしまうんです。だから試験焼却という言い方をしていてね、放射能が出るかどうか試験しますという言い方をしてますけど、ものすごい嘘ですね。何が嘘なんだ、もうやってますよそんなこと、ボンボン燃やしてます。東京の江戸川区の汚染は一部はそれが可能になります。もう燃やしてるからです。で、それで燃やすのでその灰を取ってくると灰の中にセシウムがかなり入ってるんですね。で、各地域のその焼却場を見ていくと大雑把な目安になります。その地域がどのぐらい汚染されてるかということですね。で、その場合のですね、肺に入っている放射性物質というのは、まあ、大体セシウムが中心なんですけれども、ベクレルという単位で測ります。あとでちょっとベクレルの説明もしますけれども、今ちょっと数字で覚えていただきたいのは、3月11日以前まではですね、1kg あたり100ベクレルを超えると放射性廃棄物というふうに、扱わなければいけないということが決まっていました。というかこの法律は今でも生きています。あるところではこれを真面目にきちんとやっているのもあります。1kg100 ベクレルを超えると黄色いドラム缶に入れてですね厳重管理しなきゃいけないんですね。皆さんどこでちゃんとやってると思いますか。原発の中なんです。各原発の中はこれ今やってるんです。ちゃんと原発の外に出たらどうでもよくなってるんです。今どうなってるかっていうと 1kg8000 ベクレル以下はもう一般普通に処分場にねもう灰とか捨てちゃっていいというふうになってます。とんでもないことですね。ところが8000ベクレルでは収まりません。もっと何万ベクレルという値が各焼却場から出てきてしまっていて、でどうしてるのかって言ったらどうしようもないので貯めてます。それが実は、関東東北の焼却場の中ではもういっぱい溜まってしまってどうともならないというね、いう状況が作られています。じゃあどのぐらいの 1kg 単位どのぐらいの、ね、値が出てくるかざっくり見ていきましょう。この福島、この辺はもうデータないです。で福島市で焼却場にやりますけども5万ベクレルから10万ベクレル、場所によっては20万ベクレルとかそういうふうな値が出てきます。だからそれが福島市内の汚染のね一つの度合いだと思ってください。それに対してですね、さっき言いましたけどこの那須塩原非常に激しいと言いましたよね。ここでですね出てる値が4万7千ベクレルという値が出てます。かなり高いです。逆にこのさっきの一関ですね、一関でどのぐらい出てるかというと3万ベクレル出ています。仙台は10分の1と言いましたけど仙台が2000ベクレルぐらい、それに対して山形が6000ベクレルぐらい。じゃ あの反対に、東京の方はどうなのか。この辺ずっと茨城のこの辺高いずっとこの1万5000ベクレルぐらい軒並み出ています。常総市この辺で3万ベクレルです。柏に行くと、実は柏はものすごく濃縮されて7万ベクレルという数が出ています。さらにですね、東京の23区、さっき言いました江戸川区が1万3500ベクレルくらいです。東京の西部、三鷹市で3000ベクレルくらい、町田市、1000ベクレルくらいですね。そういうふうな汚染の度合いです。じゃあその町田市、1000ベクレル出ているところでどんなことが起こっているのか。私の友人も参加してですね、町田の市民団体が、子どもたちの健康調査をたくさんして、ものすごいたくさんの子どもたちが鼻血を出したり、それから女の子だったら月経が不良になったりとかね、いろいろな身体症状が出ています。でその場合鼻血がですね出ているというと、まあ
子供だったらね、話ぐらい出すのは当たり前でしょうと、いう答えが返ってくるかと思うんですが、どういう話が出たのかというと、調査書をそのまま読みますとね、25分間から30分間、水道の蛇口を全開にしたような鼻血が出たというようなことが起こっています。これはたくさん聞きますという話を。で、僕自身も福島市内から、避難してきたあのお母さんにですね、これ子供さんじゃなくてご本人がそれであの鼻血を出したという方に直接鼻血を 聞いたことがあります。で、外勤のね、外回りの仕事の途中でもうやり場に本当に滝のようにバーッと鼻血が出てきてね、どうしたのかというと女子トイレに駆け込んだそうです。で、駆け込んで便器を抱えて、そのままずっと血が、鼻血が止まるのもあったと。もうティッシュなんか論外で、ハンカチをね詰めようとしたけどもうそんなのも無駄、とにかく流れがですね止まるのを待つしかなかった。で、その後上司に電話をしてですね、助けてくれと言って、もう血だらけでしたので着替え持ってきてもらってね、で着替えて、その家に帰ったそうです。で、ちなみにですね、それでお医者さんに診察受けに来ます。そうすると、いや鼻血は放射能では出ませんと。ものすごく放射線、高い放射線浴びないと出ないので、それは気にしすぎですよというふうに笑われてしまったそうです。これはね、どこでも一つのパターンですね。で、そういうふうな話というのが、これ東京の子供にもたくさん出ています。なので、そういうふうな体験をした方の中にはね、東京からもかなり西に西へと避難されてきているお母さんたちいます。特に、まあ、江戸川区1万3500というものすごい高い値ですので、可能であればね、やはり僕も避難した方がやっぱりいい地域というのは実は東京ぐらいまで広がっていると思います。じゃあ、反対にですね、じゃあそういうふうな健康被害が、この福島とかそっちの方はどうなっているのか、なかなかですね、具体的なことは見えにくいとあるんですけれども、もう最近東北に行くとですね、人が亡くなった話をすごくたくさん聞きます。で、放射線の害がどう出るかなんですけどもね、放射線の害というのは、何かあのガンでしかならないような言い方がされているんですけども、そんなことはなくてですね、ベラルーシの、ゴメリ大学というところにいる、バンダジェフスキーさんというお医者さんが、チェルノブイリのですね、事故で被災を受けた方で亡くなった方の遺体解剖を、200体以上されて、それで驚くべきことが分かったんですけども、セシウムがあらゆる臓器に入っていた。で、特に心臓に入っていてですね、そういう方は心筋梗塞、心不全とかで亡くなっている例がすごく多いんですね。なのでその結果として突然死が結構出てきています。で、これをですね、関東東北に取材に行くと本当によく聞くんですね。で、その聞いた時の感覚がね、まあ、僕自身もこうジャーナリストの感覚として、あ、これは何かリアリティがあるなっていう聞き方をするんですね。例えばどんな風に聞いたのかというと、この汚染よりももうちょっと上のところ、まあ、この辺もずっと汚染は言ってるんですけども、ここだから三陸海岸ですね、岩手県の。で、ここ釜石市というのがあります。で、釜石市のもう少し北側に大槌町というところがあって、僕は何度も通ってるんですけども、まあ、大槌町というと皆さんご存知ないかもしれませんけど、ある有名なあのものの発祥の地で、何なのかというとひょっこりひょうたん島です。大槌町の海岸にあるんですよ、本当にひょっこりひょうたん島が。鶴見と井上久さんがひょっこりひょうたん島書かれたんですけどもね。で、そこの大槌町というのが原発から230キロあります。で、その230キロある大槌町のお寺さんで、放射能の話をすることになって、前日にですね、そのお寺さんを訪ねて和尚さんと打ち合わせしたんですね。で、その時に和尚さんが、放射能の害っていうのは、がんになるんですかというふうにおっしゃるので、さっきも話したんですね。いや、そうじゃなくて、ロシアの例では心臓に結構入っていて、突然死とかもね、結構多いようなんですよというふうにおっしゃったのが、僕が話したんですね。和尚さんがですね、ああ、それでですか、最近突然死の葬式ばかり出すんですっていうふうにおっしゃったんですね。だから僕はそういう大土でそういうことが起こっているというふうに考えているかじゃないんですけども、例えばそういう時にですね、この周りにもすごくそれが多いよ、そういう話を聞くんですね。で、なおかつその大土町の、仮設住宅で、話をしたんですけども、結構高齢のおばあさんが来ておられて、今の話をしている最中に手を挙げましてね、うちの父ちゃんです、3ヶ月前に前の日まで元気に仮設の周りを散歩してたのに朝死んでましたというふうにおっしゃいました。
で、役所の方に、これは放射能なんじゃないかと言っても全然取り合ってくれないと。でそれで今日来ました、そういうふうに話されてました。でこれ一つ一つは分かりません。因果関係というのは放射能の怖さも恐ろしさというのは、まあ、いわば完全犯罪ですね。亡くなった時に、あ、これが放射能の原因で亡くなったということがはっきりするあの、証拠が今の科学ではなかなか得られないので、一つ一つのケースがどうであるかというのは分かりません。もう一つはいろんな要因が重なっていることも確かだと思います。だから例えば仮設住宅で住んでいるということはすごく生活心がストレスがありますし、あれだけの大変な津波の経験をしたので、皆さんやっぱりあの心の中もね、ご家族を失ったりして深く傷ついていたりとか、そういうことありますから、そういうストレスが体に悪いのも間違いないことなんですね。そこの上にですね、かなり厳しい放射能がね降ってるっていうふうなことで、まあ、僕は複合的な、ね、要因で起こってるんじゃないかなと思います。仙台に行った時には若いお母さんと話をした時に、そのお母さんが、私の両親が、最近嘆きとして言ってるのは喪服をしまう暇がないことだと、親戚のね、あの葬式ばかり言ってるというふうな話を割と普通に聞くんですね。で、あの向こうで仙台で講演の時に僕がそういう話をしたら、終わった後に何人も、いや実はうちもこうだとか、こういうのがあったとか、最近葬式ばかり行く理由が分かったとか、そういう話をしてきてくださいます。できるだけそういうことをですね、あの統計とかに取っていきたいと思うんですけども、政府は全く認めてませんし、お医者さんも放射能の害だとは言ってくれません。だけどもそういう形でね、さまざまな健康被害がね、すでに起きていること、非常にだからそれが、まあ、東北関東の方もね、これは放射能のせいじゃないかというふうにね、思い始めている現実があるということをですね、ぜひ知っていただきたいと思います。あと一つですね、僕が見ていてちょっと特徴的なんじゃないかなというふうに言えることはですね、やはりあの全く健康な方が、まあ、どこにいてどれだけの量を浴びたかによってそれも全然違いますけども、まあ、東京あたりとか、福島市あたりでですね、原発の直近はもっと違いますけども、全く健康な方が浴びて1年ぐらいでがんで亡くなるというのは、それは、それだけではないかもしれないんですね。で話を聞いていくと、やっぱり既往症を持っていた方が多いですね。で、私の友人の弟さんが仙台で、仙台だから100キロで、さっき言った2000ベクレルの地域ですけども、そこでやはり突然死されました。でどういう突然死されたのかというと、着せずしてですね、前日に他の方のお葬式に出ていて、でそのお葬式の時にガタガタ震えてですね、寒い寒いと、もう体が冷えてたまんないと、なので僕は明日の朝ちょっと朝寝するからねというふうに言って、お友達と別れて朝起きて来られなかったそうです。でそのお姉さんに聞いたんですけども、その方76歳だったんですけども、50歳の時に心臓の大病をされて大きな手術をされたそうです。でその後にずっと薬でコントロールしてきたんですけども、やはりそういうふうに常に、まあ一つの既往症があるとかいうところにですね、放射能の害が加わると、やっぱり危険が増すんじゃないかなというふうに思います。僕自身も結構体調不良を経験してます。やっぱり福島に何度も入ってかなりの取材の無理を重ねた後に、去年の暮れから今年の初めにかけてですね、風邪がしつこくて治らなくて声が3週間出なくなったことがあります。でその後に福島に入っている時にかなりひどい下痢をしまして、それでそれからこれは自分自身がね、やっぱり影響出てるんじゃないかと思って、かなり健康管理をして今日まで至ってるんですけども、やはり仲間もですね、そうやって入ってる取材してる人に聞いてみても、非常にやっぱりよく出てくるのは鼻血を出す、から口内炎ができる、から下痢をする、この辺がやっぱり放射能を浴びた時に出やすいので、あとは何でも普通の病気がなかなか治らなくなるというのがありますね。で風邪がなかなかしつこくて治らない、あと皆さん割と入ると喉がイガイガするおっしゃいます。あとはですね、僕の東京の友人が、まあ、物もらいが治らなくて困ってるというので、まあ、物もらい、こっちではメバチコというんですかね、まあ、そういうことがあるだろうと言ったら、なんと半年治らないんだそうです。だから免疫力とかが低下してですね、そういうことが起こっているんじゃないかなというふうに思います。でもう少しですね、この放射線の害を考えるときに、数値の問題がよく出てきますね。なので皆さんとちょっと数値のことを押さえておきたいと思うんですけども、これだけを知っておいていただきたいという数値をお見せします。
で放射線の単位というのは、このシーベルトとベクレルという言葉がありますね。この2つだけを、押さえてほしいんですけども、シーベルトというのは体に当たった打撃力を示す言葉です。それに対してベクレルというのはさっきあの、肺からね何万ベクレルとか言いましたけども、そこのものから放射線が出ている数です。1ベクレルというのは1秒間に1発の放射線が出ている数です。なので100ベクレルといったら1秒間に100発放射線が出ているということを意味します。それに対して、シーベルトというのは体にどんだけ当たって唾液力があるか、でなんでこう分けているのかというと、体の方、私たちの人体を管理する意味では、シーベルトで考えられるんですね。逆に食べ物の安全とか、あるいはその危険性を測るときっていうのは、その食べ物、飲み物からどれだけものが出てるから、を考えるからベクレルっていうふうに考える。この2つの、方向性で、ね、自分に当たるものとそのものから出てる。だから、例えばお魚が流れですね、中力のあたりに500ベクレル出ていたとします。これはもう大変な量ですけども、ただ500ベクレル出ていたとしても、それを食べなければ、人体の方にはやってこないんですね。なのでシーベルトとベクレルというふうに分けて管理されています。ただしここ非常に重要なことなんですけども、このシーベルトというのは実際には外部被曝にしか該当しません。内部被曝は被曝の仕方が非常に複雑なので、このシーベルトでは本来測れないんですね。ところが今の政府はシーベルトで測っています。なぜそういうふうにするのかというと、内部被曝の特有性を全く認めてないからです。いつから認めなかったのか、それは広島に、長崎に原爆が投下された時からです。つまり内部被曝の危険性ということをずっと隠してきているんですね。このことはまた後で詳しく説明します。で、したがってシーベルトというのは、ね、限界があるということを頭に置いて、聞いてほしいんですけども、日本の規制値というのはどうなっているか、これ日本だけじゃなくて、結構国際的な規制値になってますけども、現実土地として、1年間に1ミリシーベルト以上を、新たに被曝させてはいけないということになっています。その場合この1年間のこの毎年のこれ重要なんですね。1ミリシーベルトというのはどのぐらいの時間あたりの量なのか、ここが1時間になってしまうとものすごくたくさん増えるものなんですね。なので1年間に1ミリシーベルト以上国民住民に対して浴びせてはいけないと、そうなってるわけです。で1年間というのは単位が大きいので、これを1時間に直します。そうするとこちら側の単位が変わってきます。ミリからマイクロということになります。マイクロとミリの関係というのは、1000マイクロで1ミリです。まあ、1ミリシーベルトというのは1000マイクロシーベルト、その1000マイクロシーベルトを、毎年1年間というのは8760時間あります。なのでそれで割ります。1000割る8760です。その結果出てくるのが 0.114 という数です。つまり 0.114 マイクロシーベルト1時間あたり、これを1年間ずっといると足し合わせると1ミリシーベルトになる、そういう計算ですね。大雑把に 0.114 という数を覚えておいてください。西日本に来るときは外貨換算で持ってこないんですけども、多分この辺で測ればおそらくは 0.07 とか 0.08 とかそのぐらいの数になるんじゃないかと思います。0.114 を超えているというところは、3月11日以前は、ね、ほとんどなかったはずです。まあ、原発の周り、ではそのぐらいの、ね、値が出ている場所があると思います。それを頭に入れてください。ではこの1ミリシーベルトが安全なのかというと、放射線は安全値というものはありません。これが国際的合意です。でじゃあどのぐらいの危険度なのかというと、1ミリシーベルトを1年間多くの人が浴びた場合、ICRP というのは、これ国際放射線防護委員会といって、原子力を推進している国際的組織ですけれども、ここが出している基準が、10万人のうち5人が癌で亡くなる確率があるというふうに言っています。それに対してアメリカの研究者でもう亡くなったんですけども、ゴフマンという方がいらっしゃって、このゴフマンというのは、京都大学原子炉実験所の小出先生とか今中さんとかが大変尊敬している方なんですけども、そのゴフマンが ICRP のデータの扱い方は非常に雑だと、もっときちんと扱わなきゃいけないということで、計算し直したら、危険リスクが8分の1に見積もられていると。したがって10万人のうち5人ではなくて10万人のうち40人が癌で死亡する可能性だというふうにおっしゃいました。ところがさっき言ったようにバンダジフスキーさんという方が遺体解剖してみたら、この10万人のうち5人とか40人とかっていうのは何かがんにしかならないような言い方なので、
実際にはそうではなくてあらゆる病気になっていることが判明してきました。なので、じゃあその上でどのぐらいの確率なのかということはデータがありません。なのでこの10万人のうち40人が癌で死亡するというよりももっと危険なんじゃないかとざっくりとね、見ておく以外にないと思います。それからもう一つ数字の上で非常に重要な数字、これを覚えてください。 0.6 マイクロシーベルト、これは1時間あたり 0.6 マイクロシーベルトを超えるところになると放射線管理区域ということに指定されることになります。放射線管理区域というのはもう放射線のマークを貼ってあってですね、非常に、まあ、書いて字のごとくできちんと放射線管理されている場所で、この放射線管理区域ではしてはいけないことがあります。何なのかというと飲み食いすること、それから寝ること、それから18歳未満のとどもない青年を連れ込むことです。ただし治療の場合は除くと。で、皆さんも多分入ったことがおありだと思います。どこなのかというと歯医者さんのレントゲン室とか、そうですね。であそこは入った時っていうのは看護師さんが連れてきてくれて、機械とかセットすると看護師さんいなくなっちゃうんですね。でドアがカシャッと閉まって、多分鉛のドアですよね。でなんとなく不安な状態で、放射線が出るんですけども、あそこはあそこの中は 0.6 もありませんよ。実際にはあそこは一瞬だけ X 線が出るだけですので、通常入った時は別にそんな放射線が出ていません。ですけどもあそこは放射線を出す場所なので放射線管理区域というふうに厳しく定められていると。なのであそこの歯医者さんのレントゲン室では、飲み食いしたらいけないと、寝てはいけないと、別にしたくないですよね。まあ、そういうところが、放射線管理区域です。でそのことを頭に入れてですね、もう一度さっきの地図を、皆さんと見ていきたいと思います。で、このですね原発のですね事故のですね、チェルノブイリとの著しい違いがありましてね、それが何なのかというとこの雲のあり方がそうなんですけども、なぜかというとチェルノブイリの場合というのは大爆発があって、で中に、黒炭というものが入っていましたので、それに火がついて恐ろしいことに原子炉の、真ん中で火事が起こったんですね。でボンボンそれが燃えて中にある放射能が空高く上がってから上空を動いている気流によってヨーロッパ中に流れました。まあ一部は日本にも流れてきているんですね。で、ヨーロッパは激しく汚染するんですけども、それに対して福島の事故の場合どうだったのかというと、ご存知のように爆発ありました。パーンと爆発がありました。しかしながらそれ以上火災とかはなかったので、パーンと破裂して出たものがそのまま地表を流れている風に運ばれていったんですね。じゃあその地表を流れている風というのはどういうところを通るのかというと、風の道という通り道があります。風の通り道はどこなのかというと、大体谷間なんですね。谷間、したがってですね、大体人の道なんです。風の道というのは人が通るところで、典型的にはこれがそうなんです。ここがですね、ここが阿武隈山地というのがあって、ここはこの、福島県のこちらの側は浜通り、こちらは中通りというんですけども、浜通りの方が福島市なんかに出ていくときに通る国道沿いなんです。百条3号線、それから県道13号線というのが走っています。そこに沿って流れています。さらにですね、この流れがですね、もうちょっと拡大しますと、これが見事までに新幹線に沿ってるんです。福島駅、郡山駅、この辺に那須塩原駅があります。で、ここから少しずれて宇都宮の方に行くんですけど、だからここは完全に新幹線の軌道なんですね。で、もう一つ最近僕自身が電車に乗ってなるほどと思ったのは、このルート、これもほぼ常磐線に沿ってます。で、どうしてそうなるのかというと、やっぱり鉄道というのは一番そこの谷があればそこの地盤の硬いところがやっぱり通している、まあ、新幹線が通る人だと思うんですね。だからそういうふうな状況が重なって現れてくると思うんですけども、そのためにですね、新幹線に乗っていつも大体僕はこの宇都宮ぐらいで外貨カウンターをオンにするんですけども、そうするともうどんどん針の、まあ、針というかデジタルですけどね、数値が上がってきます。で、新幹線の車内でですね、この辺からもうどんどんアラームつけてると音鳴っちゃうんですけども、そういう状態なんですね。で、どれぐらい値が出るかというと、例えば郡山の駅ぐらいに行くとですね、そこで 0.3 マイクロシーベルトという値が出てきます。で、さっき、年間1ミリになってしまうというのは 0.114 だというふうに言いましたね。だから 0.3 マイクロシーベルトぐらいあると年間では 2.5 から 2.8 ぐらいになってしまうんですけども、この数字というのは、チェルノブイリで言えば避難権利区域というところに該当します。今はチェルノブイリの周辺は1ミリシーベルト年間を超えると避難権利区域、
避難権利区域というのは、そこに住んでいる方が避難させてくれと言って手を挙げたら、国家が全部保障して避難させてあげなければいけないと決められている地域です。さらに5マイクロシーベルトを超えると強制移住の対象になります。で、日本は全然そんなことされてないんですよ。で、それが郡山は 0.3 で、この郡山からですね、この福島に至る間に二本松市というのがこの辺あるんですね。で、二本松市というのが放射線値高いところで、実際ここで測るとどんどんの数値が上がるんですけども、割と最近精度の高い外貨カウンターを持っていって測った時にですね、新幹線の車内の中で 0.67 マイクロシーベルトという値が出ました。さっき、言ったように 0.6 マイクロシーベルトを超えると放射線管理区域です。なので新幹線は今日も毎日放射線管理区域の中を通行しています。で、その、新幹線の中で当たり前のようにカートでお弁当とかを売っています。で、もう僕はもう何度も取材に行っているので最近緊張感がちょっと解けましてね、寝てしまうことなんですね。これ法律違反ですね。で、さらに周りにはお子さんもいればね、赤ちゃん抱いてお母さんもいるという状態の中を平然と走っています。で、さらにこの福島駅に行きます。福島駅に行くと新幹線の車内では 0.3 マイクロシーベルトぐらいなんですけども、当然車内は低いので、新幹線から降りて、駅の周りを歩き出します。そうすると普通に 1.0 マイクロシーベルトを超えるようなところがどこにでも出てきます。したがって福島駅は全域が放射線管理区域です。で、そこで当たり前のようにレストランが営業して、当たり前のようにホテルが営業しています。子どもたちが普通に歩いています。もう最近の若い子たちはマスクしてません。まあ、この季節になるとインフルエンザ対策でする子というのは出てくると思いますけども、夏なんか行った時には誰もマスクしてませんよね。さっきも言ったように完全にチェルノブイリは避難権利区域に当たるところです。そういう状態なんですね。で、最近ですね、福島のお医者さんとちょっとし、まあ、知り合った方がですね、笑えない笑い話という話でね、新しく診療所を作られたそうです。で、そこでレントゲン室を作りました。そのレントゲン室に放射線管理区域の印を貼ろうとした時にみんなで笑ってしまったと。分かりますか？その病院の中はレントゲン室が一番放射線値が低いんですよ。だからそのステッカーを貼るんだったら病院に貼らなきゃいけないんですよ。あるいは地域に貼らなきゃいけない、ね、じゃあどうしたのって言ったら、いやしょうがないとレントゲン室貼ったよ。でどうしてって言ったら、いやそうでないと営業できないから。分かりますか？そこだけ生きてるんですよ。法律が放射線管理区域のレントゲン室に貼れっていうことだけ生きてるんですよ。で、実際には、ね、その周りの放射線が高い、そんな状況に今福島あります。で、さらにですね、福島市内ので写真を撮って、ちょっともう古いんですけど1年ぐらい前なんですけどね、福島の状況をよく表していることなので、それを皆さんにお見せしたいと思うんですけども、これ福島駅の、東側のですね、走ってる国道のところがありまして、放射能ってこういうところにたまるんですよね。大体これが駅から2キロ行ったところにある忍山という山で、ここ、駅の東側の新幹線と並行している道で、放射能はこの向こう側からこっちにこうやってきました。で、今僕は車で向こうに向かっていて、この忍山を越えた小山地区というところがあります。その小山地区に行って、小学校の登校風景を見ました。で、これが、福島市立小山小学校、おまわりさんがいて子どもたちがいて、一見どこにでもある登校風景に見えるんですが、この写真の中にはですね、どこにもあるものとは言えないものが写っているんですね。実はそれは何なのかは後でお見せします。で、正門に近づいていきます。これですね、今ここが右が正門なんですけどね、この子はマスクをしてます。で、この隣の男の子はマスクしてなくて、ここの女の子はマスクしてて、この子はマスクしてない。このおじさんはマスクしてなくて、この子ってマスクしてなくて、この時、去年の10月、今は多分もっと違うんじゃないかと思うんですけども、この時の段階で、まあざっくり僕が見ててマスクをしてる子が3割で、マスクをしてない子が7割という感じでした。で、じゃあマスクをしてる、マスクをしてないという対応になるのかというと、さっきちょっと写真出ちゃったんですけど、実はこういう、これは何なのかというと、全部送り迎えをしている親御さんというのです。だからさっき、どこにでもね、ある風景ではないものが映っているって言ったのは車です。車が子供さんを学校に届けて、帰ってきている車が3台ほど映ってました。だから、登下校の時にこの周辺がもう交通渋滞が起きるそうです。
そういう状態になっているんですね。でそうすると、小山さんの対応が3つに分かれているのが分かります。つまりマスクをさせる、マスクをさせない、さらには、車で送り迎えをする。じゃあこういうふうに3つに分かれているのかというと、実は4つ目のタイプがありましてね、4つ目のタイプは避難して日本にはおられない方です。でこういう4つの対応、まあ、もっと細かくは言えば4つか5つにも6つにもなるとは思うんですけれども、例えば大雑把にこういうふうな4つの対応があるということを前提にしてですね、こういう対応の仕方をめぐって福島市内、あるいは福島だけではなくて放射線値の高いところはどこも人間関係がズタズタになっています。もうかなりのひどい苦しい状態になっていますね。でこのズタズタになることを煽った方がいらっしゃいました。その方は山下俊一さんといって、長崎大学の名誉教授だった方です。今は福島医科大学の、副学長さんになって、子どもの甲状腺がんの検査を一手に全部自分に集中させようとされている方です。でその山下先生が事故直後に福島に行って講演を行ったんです。で私の知り合いだった方も直にその講演聞いてるんですけどね、その時に山下先生がおっしゃったのは、これ3月の17日だと思うんですが、今回の事故で出てくる放射能の量はチェルノブイリの100分の1から1000分の1です。全く嘘ですよ。チェルノブイリと同じか、低く見積もっても10分の1ぐらいですね。で、だけども全く心配いらないと。マスクはする必要はありません。窓は開けてください。布団は外に干してください。子供さんはどうぞ外で遊ばせてくださいということをガンガン言ったんです。でなおかつ福島県はそれをご丁寧に、広報にすりまして学校配布しました。つまり安全キャンペーンですね。それを事故直後にものすごい勢いでやったんです。でなおかつ山下先生がおっしゃった言葉のうち、僕はこれが一番残酷だというふうに思うのは、一番してはいけないことは放射能を怖がりすぎることです。お母さんが放射能を怖がりすぎるとストレスが子供さんにいって、それが体を悪くしますということをおっしゃったんです。でこれを付け加え終わりますとね、マスクはしてしなくていいではなくて、マスクはしてはいけないんだからですね。わかるでしょうか。でマスクはしなくていいのにしてるというのは怖がりすぎるということなんですね。なのでこれで対応が分かれてしまいます。あなたのお子さんがマスクをしてくるからうちの子が怖がるじゃないかという方がおられる一方で、あなたのお子さんこそマスクをつけさせなさいよという対立が生まれます。ところがこの対立はですね、家対家の対立に収まらないんですね。それがそのまま家の中に入り込みます。で例えば一つの例を言うと、おじいさんは山下大先生が言ってるんだから何も心配する必要ない、マスクなんかする必要はない、おばあさんは心配だからせめてマスクぐらいはさせましょうと。でお父さんは、いやそれじゃ不安だから自分が子供を送り迎えするよと。お母さんはそんなこと言ってないでとっとと避難しましょう。でこれがですね、もう家族の中で一致がなかなかできない、で非常に苦しいですね、対立、もう神経戦というかお互いヒステリックになってしまうんですけども、そういうことを経た末にですね、残念ながら離婚に至ったという、ね、いうケースを結構いくつも聞いてますし、今でもそういう苦しい状態の中でも、ね、相談というのを受けます。で現状はどうなのかというとですね、それ以降避難しなきゃいけないと思っている方はどんどん福島からいなくなるわけですね。そうすると福島の中の世論はどちらも強くなるのかというと、マスクはしなくていいんだ、そんな怖がることがおかしいんだ、放射能を怖がりすぎることは良くないんだということがどんどん強まってですね、今は、放射能が危険だということは言えない状態になっています。なので福島市に行くとびっくりします。何がびっくりするのかというと、誰も何も防備しないで普通に歩いています。全く普通の生活が放射線管理区域の中で行われていて、それだけじゃないんですよ。最近では駅伝大会やったりとか、マラソン大会やったりとか、そんなことがやっていて、放射能のものすごい、濃いところでそういうことを行っているんですね。じゃあこの小学校の例を言います。この小学校の放射線ってどのぐらいなのか、場面を変えます。これどう場面が変わったのかというと、ここはですね、東北本線が走っていて、実はさっきの小学校はこの東北本線のこの線路の反対側にあります。つまりグラウンドが線路に接してるんですね。なのでここは登校路なんです。で実際に子どもたちがこうやって歩いてきます。で歩いてきて僕の背中を抜けるとトンネルがあって、トンネルを入ったらもう小学校なんです。だからこれ学校の直近なんです。じゃあそういうところもね、放射能ってこういうところに溜まりやすいんですけど、ここで測ってどのぐらいの値が出てきたのかというと、5マイクロシーベルトという値が出てきました。放射線管理区域で6です。
でちょうど去年の今頃、東京の世田谷区で民家の下からラジウムが出てきて大騒動になって全国区で新聞バンバン載りました。あの時の値が 2.8 マイクロシーベルトなんです。だからあの時点で東京の世田谷区では 2.8 マイクロシーベルト民間 の、 あの生活区域で出てきたら大騒ぎになりました。ところが福島は5マイクロシーベルトが出てても新聞にも載りません。なぜか。そんな数値はどこからでも出てくるからです。でさらにですね、これ案内してくれた方がね、この右に回ったところにホットスポットがあるから教えてあげるって言って行きました。ホットスポットどういうところなのか。ただの普通の電気の量販店の駐車場です。山田電機さんですね。で、こういうのも場所がたまりやすいんですね。で、こういう雑草とか、まあ、このさっきの忍び山があって、こういうとこから除染しても除染しても飛んできちゃうんですけども、あとここに側溝があります。こう側溝の泥とかに集まりやすいんです。で、ここで測ったらどのぐらいの値が出てきたのかということなんですけど、これ、去年の5月に私の京都精華大学と福島大学の友人たちが調査をしているときに発見したんですけども、なんとその5月の時点で150マイクロシーベルトで値が出てきました。150ですね。6時間、7時間で1ミリシーベルトいってしまうはずです。で、友人たちはどうしたのか。もうこれ調査してる場合じゃない、緊急除染しようということで、この草を買って泥を全部すくって、でどうしようかっていうふうになって、このすぐ右横に、畑があるんですけど、その畑に埋めました。放射性物質を畑に埋めていいんですか。埋めちゃいけません。いけないんですけども、そこにある限りもう子供が被爆するのはもう確実なので、緊急避難としてね、それをやって畑の持ち主に連絡をしてくれたら、もうぜひそれだったら子供のためにうちに埋めてくださいとおっしゃってくれました。続いて東電に電話して、東電が出したのが取りに行ってくださいと言ったけど、全く無視されたそうです。なおかつ友人たち、それをやった際の友人たちはみんなそれからかなりのひどい身体症状を経験しました。で、一人の友人は全身のわけのわからない筋肉痛に襲われて、それが1週間ぐらい続いて、で他の友人がひょっとして破傷風になったんじゃないかというふうに心配して、全て精密検査をやった方がいいということで大きな病院で検査したんですけど、何も出てきませんでした。まあ、放射能の概念、特徴ですよね。なのでこれは被爆じゃないかな。他の友人たちはやっぱりしつこい口内炎になったりとか下痢になったりとかね、そういう症状をしています。だから、ね、これから言うとね、除染活動っていうのはね、ものすごい危険なんです。というか今除染被爆ももう出まくってますね。除染の作業中に亡くなられた方も出ています。で、あれも素人がやる仕事じゃないです。ところが、じゃあ除染のプロってのは誰なのか、そんな人はいません。こんなことは世界で起こったことがないんですね。本当にとんでもないことなんですね。だからもう本当に現地に防護してやらなければいけないんだけども、それをですね、もっとものすごくイージーに、みんなで福島を団結して頑張ろうという形で、要するに住民組織が動員されてやってるんですよね。お母さんたちとかね。もうひどい場合にはマスクをしないでやってます。大変な状況ですね。で、僕が行った時にここでどのぐらいだったのかというと、ここで測って12マイクロシーベルトでした。でも福島で取材してると頭がクラクラしてきてですね、一緒に連れて行ってくれた友人は12マイクロという数値を見て、あ、ちょっと下がったなと言いました。まあ150と知ってるので。でも12なんてとんでもない数ですよね。放射線管理区域 0.6 ですからね。で、そういうふうな福島の中でですね、じゃあどんなことが行われているのかというと、皆さんにぜひこの写真をお見せしたいんですけど、例えばこんなことが行われています。放射能の中の運動会です。なんでマスクしてるのか、校庭の女性がうまくいかなかったんです。で、なんでそこで運動会を中止しないのか。運動会を中止しないで、マスクをさせて運動会してます。だけどこれを見るとね、まあ、鼻出てますよね。ね、無理な話ですよね。子供にマスクをして運動させるなんて。なおかつよく見るとここにいる見学している子どもたちはマスクさせてないんです。だから運動場の中に行って競技をする子だけにマスクさせてるんですね。だから当然ここにいる子たちも吸ってますよね。もう被爆の現場写真ですね。で、これはだからこの写真を作った方が英語でちょっと説明を入れてるんですけども、マスクした徒競走です。この子なんかかわいい顔してですね、もうマスク外れちゃってますよね。こんなことやってるんです。で、この写真を京都で僕が講演会で使った時に、京都のお母さんが手を挙げられまして、娘の格好ですとおっしゃいました。京都に避難しているお母さんですね。だから私が避難しなければこの中に娘がいました。そういう状況なんです。これがもう福島でね、今行われている状況だということをぜひ皆さん知ってください。で、結構長くこのことを話しましたけども、これを通じてね、知っていただきたいことが2つあります。一つは、私たちの国の関東東北の被爆は本当にめちゃめちゃにひどいです。
で、健康被害も起こっているし、なおかつ避ければいい、避けることができる被曝も避けられないで続いています。放射線管理区域の中に普通に人々がたくさん生活しています。それが野放しになっているのが私たちも今現状で、法律はもうぐちゃぐちゃです。だからさっき言ったように、病院の中でレントゲン室の成果どうしようかということで笑い話になってしまうような、そういう状況なんですよね。なのでやっぱり関東東北の方っていうのは、やっぱり一刻も早くですね、救い出さなければいけない、本当に深刻な状況というのが続いているということをぜひ知ってください。ちなみにですね、さっき南ベクレルっていうのは大雑把なのを言いましたよね。福島が5万から10万ぐらいだ。それに対して西日本どのぐらいなのか簡単に言ってみますと、僕広島のデータは持ってないんですが、京都のデータが、どのぐらいなのか、京都は26ベクレルなんです。さっき言ったように、東京の江戸川区1万3000ベクレルですから、京都が26、そして京都より西に行けば行くだけ低くなります。九州になると一桁台になります。だから福祉おそらく広島はその真ん中ぐらい、10ベクレル台ぐらいか、一桁ぐらい、うっすら降ってるんですよね。そのぐらいだと思っていいと思うんですけど、それがね、多いか少ないかの話なんです。京都は実はその前のデータからです。なぜかというと、医療で要素とか、放射線の要素を使ったりして、それが違法産廃でね、出てしまうことがあったりして、それを間違って燃やしてしまうことがあるので、一応モニタリングしてるんですね、放射性物質を。それで出てる数値は、京都は3月11日以前は 0.2 ベクレルなんです。ということは、京都の100倍汚染されてるんですね。だからそれを本来は低いと言ってはいけないんですけども、ただ東日本の惨々たる状況を見るならば、西日本は全体としてかなり綺麗なままね、奇跡的に保持されたというふうに言えると思います。なので、その西日本の綺麗なポテンシャルをどういうふうに生かして使ってね、東日本を、支えて助けていくのかということがね、本当に重要でですね、だからね、西日本を汚しちゃいけないんですよ、絶対に。このもう呼ばれなかったこの地域の力を使ってですね、何としても東日本を支えていきたいというふうに思います。だからもう一つ、私たちの国の政府は本当に嘘つきです。僕はずっと日本政府は嘘つきだと思っていましたけども、これほど嘘つきだとは思いませんでした。本当に驚きました。今でもだから、そもそも原発だって全然安定してないですしね、まだまだもう恐ろしい破局的な事態になることも可能性もある状態の中で、そんなことは一切目を向けずに、もう原発の時間終わったかのような顔してですね、まあ解散騒ぎをそれやってますよね。本当にね、もう何とも言えぬ嘘つき集団になってしまうんですね。でこれも去年の12月ぐらいにスイス人の、ボースさんという女性のジャーナリストの方が来られて、その方はチェルノブイリをずっと取材して20年間チェルノブイリを回られた方です。で今回も福島にも入ってくださいました。でその彼女がですね、僕にしみじみに言ったのは、私はチェルノブイリのことを追いかけてきた20年間旧ソ連というのはなんてひどい国なんだろうと思い続けました。しかし今回日本に来たら、あの国の方がいい国に見えてきましたね。日本政府にやっていることは狂気の沙汰としか思えませんということを残してスイスに帰って行かれました。本当にそういう状況なんですよね。だからソ連政府、あるいはそれ以降のね、ロシア、ウクライナ、ベラルーシがやってるよりも今の日本政府のやってることがひどいです。でなおかつチェルノブイリとは単純比較できないんです。チェルノブイリと放射能の量がね、仮にチェルノブイリと福島の方が10分の1だとしたらですね、人口密度は10分の1どころじゃないんですよ。10倍じゃ効かないんですよ。つまり単位あたりの被爆量で言えば、この福島事故が圧倒的に被爆多いんです。だからそういうことをね、出てくるものと向かい合っていかなきゃいけないときに、全然そうじゃない方向を向いて、さまざまに出てくる被害を全部違うというふうに言ってですね、国が面倒っていうか、保障すべきことをね、しない方向に向いているのが今の状態なので、もうこの政府にこれ以上騙されてはいけないということを、私たちは皆さんで、本当にですね、腹にしっかりと確認しなければいけないと思います。で続いてですね、じゃあ今度は内部被曝のメカニズムのお話をしたいと思います。で、内部被曝のメカニズムを考えるときにですね、私ちょっとスライドを使っていきますけども、私たちがですね、この放射線の人間の影響というのをね、考えるときにどこから考えるのか、さっき言ったようにこれはもう原爆の問題に行き着かざるを得ません。でなぜなのかというと、
この放射線と人間の関係はどこで調べられたのかっていうのは、もうこれは広島長崎の原爆と、被爆者の方々の調査、これ以外ないんですよね。で、先ほど、1ミリシーベルトの害というのはどのぐらいあるのかということで、10万人の中で5人が亡くなるのか、10万人の中でいやそれは40人だとか、そういうデータがありました。あのデータっていうのは放映権のデータです、ね、放射線影響研究所広島の肘山にありますね、それはだから前身が ABCC、原爆障害調査委員会、アメリカが作った組織ですよね、そこで、出したデータが元になって、それで要するに放射線というのは人間に対してこういう害があるんだということが国際的に言われていると。じゃあそのデータを誰が作ったかですよね。放射線と人間の関係を誰が調べたのか、書いた人はアメリカ軍です。でアメリカ軍が組織した原爆障害調査委員会 ABCC、そしてそれが1975年から放射線影響研究所になってますけども、じゃあアメリカは何のためにこれを調べたのかというと、一つは兵器としての性能を知ること、からもう一つ核心問題が核兵器の非人道性を隠すことです。でこの場合ですね、核兵器の非人道性といった場合ですね、あらゆる意味で非人道的なので、なんていうかその中身はあんまり問われなくなってしまうことなんですね。つまり、人々の、ね、戦場で使うんじゃなくて、女性や子供が住んでるところで、原爆を発射されたわけですから、それ自身が非人道的ですよね。つまりあらゆる空襲が非人道的であって、戦争犯罪いうことをはっきりさせなければいけないと思うんですけども、広島原爆、長崎原爆の非人道性は加えて放射線を使っていたんです。でそのことが非常に重要な問題で、まあ、これ皆さんもよくご存知、これは平和記念館で撮ってきた写真ですけども、これは肘山の ABCC ですね。今もこの建物を使ってますね、このままですね。で、なんでこの原爆の非人道性を隠す姿が問われたのかというと、原爆の投下直後にですね、実は、ロンドンデリーエクスプレスとニューヨークタイムズの記者が広島に先行取材しているんです。でこの方たちが、ちゃんと広島のその時の惨状を報道してくださって、広島では人々は原爆病としか言いようのない未知の理由によって未だに不可解かつ悲惨にも亡くなり続けている、原子爆弾は未だに日に100人の割合で殺しているという報道をするんです。でこれ結構騒然となるんですね。なぜかというと、ヨーロッパとかアメリカは、ドイツとか日本はファシズムで人権感覚がなくて非常にひどい殺戮をやってるんで、それを懲らしめるための戦争なんだというふうに言ってきたところが、戦争が終わっても原爆の惨禍で人々を殺していると、これはどういうことなんだということで騒然となるんです。それに対してアメリカはですね、翌日9月6日マンハッタン計画、これ原爆を作った計画ですけども、それの責任者のファーレル准将というのを東京に飛ばして記者会見を行って、これ有名な言葉なんですけど、死すべき人は死んでしまい、9月上旬において原爆で苦しんでいるものは皆無だ、大嘘ですね、そういう発表をします。でこの発表をして、さらに9月19日にプレスコードを引いて原爆報道を全面的に禁止してしまいました。以降1952年のサンフランシスコ講和条約まで、原爆の報道は世界に全く流れていません。でその報道禁止下で ABCC が調査を始めるわけですね。じゃあその時にアメリカが一番何を恐れたのかというと、実は1927年にマーラーという科学者が小腸がんに X 線を与えて、そうすると遺伝子が傷ついて次世代に対してですね、影響が出るということがもうすでに証明されていました。なので疫学者、それから遺伝学者たちがすぐにヨーロッパで、あの兵器っていうのは、次世代をも傷つける兵器であるが故にね、全く戦争犯罪ではないかと、即刻使用中すべきだということをヨーロッパから声が上がるんです。もう1945年段階からこれが上がっています。なのでアメリカはですね、その声を抑えないと、要するに核戦略を進められなかったんですね。じゃあそれで、一番核心問題として何をしたのかというと、被爆隠しです。何の被爆を隠すのかというと、被爆を初期放射線だけに限りました。初期放射線というのも、これは原爆で使われる特有用語です。原爆が破裂した瞬間に出てくる放射線のことです。原爆が破裂した瞬間に何が出てくるのかというと、中性線という放射線とガンマ線という放射線が出てきます。でその放射線でもう原爆の直下に当たった方というのは、もう本当に熱線もすごいですし、同時に放射線も大量に浴びてますから、まあこんな言い方適切じゃないんですけどね、電子レンジの中に入っている状態ですから、もうそれで本当に外からも燃やされ、内側からも燃やされて瞬時になくなってしまいました。でそれがですね、
半径2キロ以内だったって言ったんです。ここが確信なんです。つまり放射線の被害を受けたのは、原爆の、爆心地の半径2キロ以内、そこにいた人にしか放射線の被害は行ってない。で、これがですね、実は100ミリシーベルトラインなんです。つまりこの半径2キロを超えたところは100ミリシーベルト以下だから放射線の害は出てない。したがって放射線の害を受けた人っていうのはこの2キロ以内。あともう一つはね、あの放射線っていうのは中性線っていうのは当たったものが今度はそこから放射能が出るようになっちゃうんですね。なのでその半径2キロ以内で中性線を浴びてるところに後から2週間以内に入った人はそこの残留放射線には当たってるからそれも認めましょうということにはしたんですけども、それも半径2キロ以内なのでね、多くの方がもう家族を探して、まあ、皆さんご存知のように、広島市内をさまよってですね、入試被曝をするわけですけど、そのほとんどの方が放射線ので、害を受けたというふうに認定されてないんですね。で、そういうふうな形で、つまり内部被曝をですね、実際にはもう皆さんが本当にご存知のように、キノコ雲がありました。でキノコ雲というのは放射能の塊です。あらゆる放射性物質がそこに入って上がっていって、それがもう数十キロにわたって、広がって、その下にいっぱい降りました。で、ご存知のように黒い雨が降りました。ただし黒い雨だけではありません。黒い雨っていうと黒い雨の降ったとこだけがね、放射能が落ちたかのように覚えてしまうんですよ。そうじゃなくて雨じゃなくても埃で落ちたところもたくさんあります。なのでこうキノコ雲が広がった範囲、あるいはそれが風に流された範囲というのはかなり広範囲で放射能が降ったから、それを食べたりして内部被爆した方っていうのはもう本当にたくさんいるわけですよね。その方たちがの被爆を一切認めてこなかったのがアメリカなんです。正確に言えば今日、今日も認めていません。それが現状なんですよ。だから日本政府は実は内部被爆という言葉を一切使ってきませんでした。初めて使ったのは去年3月11日の事故の後の枝野さんの会見だったのが初めてだったそうです。でそれを僕は京都 の原爆症認定訴訟をやってる弁護士さんから聞いたんですけども、枝野さんが会見で内部被爆という言葉を使った時に弁護士さんたちは両目だったそうです。ああ内部被爆ということを政府が認めたっていう。ところが内部被爆という言葉を使っただけで内容は外部被爆と全く同じに扱ってるんですね。内部被爆の特異性を全然認めてないというのが現在の政府で、でそれは日本政府が認めないだけじゃないんです。アメリカが絶対認めたからだ。なぜか核戦力の核心だからですね。で、それに対してですね、ずいぶん経ってからですけども2003年にですね、ご存知の方も多いと思うんですけども、原爆症認定訴訟が開始されました。原爆症認定というのは、まあ、ご存知の方も多いと思いますけども、被爆者の方のうちですね、放射線の害で、病気になったということが認められた方というのは原爆症認定を受けられるんですね。なので当初はもっとたくさんの数いましたけども、現在では原爆症認定を受けている方がすごく少なくて、2003年の段階では被爆者27万人のうち2000人以下の方しか原爆症認定が受けられてない。つまり多くの方が癌でなっているにもかかわらず自分の生活習慣病のせいだとされてきたんですね。でそれに対して被爆者の中から、もうこれでは死んでも死にきれないというふうに起こったのが、原爆症認定訴訟で、その訴訟はどうなったのかというと今日まで、集団訴訟が19連勝すべて勝ちました。で個別訴訟が、合わせると28回勝ってるんですね。これも日本の裁判所はありえないことです。政府を相手取った裁判というのはもう勝つことすごく難しいんですけれども、これがもうすべて勝ちでですね、もう ほぼ完全にすべて完全訴訟しているんですけども、ところが日本の政府は28回ですね裁判に負けた内容を未だに維持しています。去年3月11日の、以降、たくさんの東大の先生とかが出てきて、いわゆるにわかに健康被害はないと言いましたけども、あの出てきた方の多くの方が原爆症認定訴訟で国側 の承認になって負けた方ですね。典型で小坂さんとかそうですね。ただ小坂さん涙流して辞任されたの覚えてますか。要するに小学校の中は20ミリシーベルトまで認めるっていう文科省の方針に対して、こんなことは自分は子供にはとてもさせられないって言って泣きながら内閣の参与を辞任した方いますよね。小坂さん、あの方実は政府側にずっと立って被爆者に対して非常に過酷な証言を繰り返してきたんですね。だからあの時なんで泣いたのかなっていうのは僕は不思議でというか、いや単純に僕は小坂さん泣いた時にこの人いい人だと思ってブログにそういうふうに書いてた、
爆三世の友人から森田さん、小坂なんてどうしてか知ってるのとかっていうふうに言われてしまってね、で何度もあれ見たんですけど、多分あの涙本当だと思うんですね。どういうことなのかというと、小坂さん、もうこれ以上あの、ね、被爆をシール紙に回りたくないと思ったんじゃないですかね、いうふうに僕はそういうふうにあの時の涙は感じました。まあでも実際にはそういうような形で、28回を勝ってきて、あの勝ってる、にもかかわらずそれを認めてないっていうね、いうのが現状です。で、時間、ですね、ここでね、あのもう一つ、ちょっともうスライドやってると時間ないんで、簡単に言いますと、このビキニのね、あの水爆実験のことも書きましたけどね、ビキニ関しての水爆実験っていうのは、1954年ですね。でさっき言ったように、広島長崎のことが、世界に報道されなかったのは1952年まで続いていて、1954年の段階っていうのも、なかなかそれに対して光が当たってない、被爆者は全然救済されてない、そういう事態にありました。その時に1954年の3月1日に、3月から5月までにアメリカ6回もやったんですね、水爆実験で。あの水爆っていうのは最初にブラボーっていうのが爆発してるんですけども、規模が、広島原爆の1000倍ですよね。とんでもない、そういうのの実験をやって、それで第五福竜丸をはじめとして、たくさんの漁船が被爆しました。当時日本はあの魚で国を賄っていたので、被爆した船は実は1000隻ぐらいになります。第五福竜丸だけじゃないんですね。でなおかつ、あの周辺の島の方、250人が非常にひどい被爆をしています。でそれでその3月1日に被爆して第五福竜丸が帰ってくるのが3月14日ですけども、それに対して日本の中で初めて核兵器反対の運動が起こるんですね。どこから起こったのかというと杉並です。杉並の魚屋のお母さんが最初に声を上げた方だそうです。でそれで杉並の、区役所が、杉並協議会ができてですね、すぐに署名運動を始めて、瞬く間にですね26万人の署名を集めました。この時の杉並区民は37万人だったそうです。そのうちの7割の方が6月までに署名を終えて、でそれでこれをもう全国化しようということで、ここで初めて原水爆禁止の国民運動ができるんですね。でこの署名がですね、皆さんどのぐらいしたかご存知ですか。翌年の11月までに3000万人です。3000万人ですよ。もうすごい署名になって、それが世界に波及してですね、それでこの原水爆の実験をやめろという声がものすごく大きくなって、アメリカはいわば核戦略を進める第二の波にぶつかるわけですね。で結局それがどうなったのか、1963年に部分的核実験禁止条約というのができて、大気中の核実験ができなくなりました。だからそこまで大きな成果ができたんですね。ところがそれをアメリカはどうやって突破しようとしたのか、実はそれが原子力発電なんです。わかりますか。原子力発電は何で最初に始めたのかというと、原子力を平和利用することを通じて核を生き延びさせることが目的だったんですね。最近戦後史の正体という本が出て、その中に書いてます。仕掛けたのは読売新聞の方だそうです。原子力原発を入れたのは中曽根さんと読売新聞ですけども、その読売新聞の柴田という人がアメリカの特使に対して、日本には毒を持って毒を制するということがあります、なので核には核を持って制しましょうと、だから反核運動を抑え込むのは原子力ですと言って、原子力の平和をお勧めしましょうということで、要するに原発を始めてるんですね。なんで日本が始めることが意味があったのか、日本が被爆だからです。被爆者がたくさんいる日本が平和だと言って原子力を始めれば世界に対するアピールが多いということで進められたのが原子力なんですね。ぜひその辺のことをですね、私たちは押さえておいて、だから3000万人が署名して核実験に対しては非常に大きな反対の声ができたんだけど、核を作るですね、そのシステムそのものっていうのはそこではこう抑え込むことができなかった、それが今の私たちにですね、それを引き継いだ課題としてあるんだと思います。でそこでですね、今度はその、内部被爆のですね、メカニズムについてね、お話したいと思います。で、これね、本当はちょっとお話したことがあったんですけど、広島防衛圏に6月行ってきたんですよ。ちょっともう簡単にお話しますね。この時に6月に行ったのは、これはまあ防衛圏の看板ですけども、
市民と、関係者の内部被爆問題研究会で行きましたので、ここにいるのが私たち の, あの理事長の澤田昌司さんです、この方も被爆者です。中学生のところに被爆されて、お母さんと一緒に家の中にいて、家が潰れたそうです。で潰れてその時にお母さんはあの下敷きになって這い出すことができずにご本人は這い出したんですけども、お母さん助けたくてゴロゴロしている時にお母さんがすごい強い声で、あなたは逃げなさい、今すぐ逃げなさいというふうにお母さんにその、ね、あの潰れた家の下から言われて、反射的に駆け出した時に家に火がついたそうです。なので未だにね、あのお母さんを助けられなかったかなと思うそうですけども、それで今、まあ、素粒子論のすごく研究者で、あのノーベル賞を取られた松川先生なんかの教え子なんですけども、今、ずっとね、原爆のことを一番、詳しく研究されている方で、このこちらにいるのが、ドイツの、放射線防護協会の会長の、セバスチャン・トゥル・プフールバイユさんです。そしてこの右左側にいる女性がですね、ヨーロッパ放射線リスク委員会の、インゲシミツ・ホエル・ハーケンさんという方で、この方が世界で一番最初に放映権を批判する論文を書かれたんです。で、その3人と一緒にですね、ここにいるのは高橋博子さん、広島平和研究所で、戦後の ABCC なんかの研究の第一人者です。そういう方たちと一緒に放映権に行ってですね、放映権といろいろ会談をしてきました。で、放映権もちゃんと主任の研究者の方が出てきてくれました。で、この時に話して一番核心問題は何だったのかというと、実は放映権がまだ使ってないデータをいっぱい持っているということをボロッと言ってくれました。で、どういうふうに言ったのかというと、このデータないんですかって言った時にこういう形なんです。入力する気になればあるんですがって言ったんですよ。つまり入力できない生データ持ってるんですねって言ったら、いやそういうことになりますねっておっしゃってました。つまり生書きされたものとかマイクロフィルムとかそういうものがデータ化できるものはかなりまだ持ってる。だからそれを出してください、言いました。それを出して言ったのは個人情報だから出せません。絶対おかしいですよね。いやもうもはやこれは個人情報じゃなくてね、これは人類の全体のね、とっての貴重な情報じゃないですかっていうことで、これはですね、だから皆さん一緒になってね、防衛権に出してデータを出してくださいと。で、そのことによって、今の被爆に対するね、対処をしてくれるのね、重要なもんなんで、それを出してくれるということを、これからも防衛権にはですね、ぜひ言い続けていかなければいけないと思います。で、これはだからセバスチャンたちと一緒に、広島の平和、資料館に行ったんですけど、これですね、この、澤田さんがですね、ご自宅がこの辺だったそうです。で、この辺で、今の被爆体験を話してね、ここに川が流れていて、僕はこの川を泳いで渡って、この辺 の, お寺さんのところにですね、斜面に座って、燃える広島を見ていましたっていう、燃えるっていうかもう惨害なんですね、ということを話しているシーンなんですけども、だから、やっぱりさっき言ったように、放映権が、9万人の黒い雨を浴びた聞き取り調査が、眠っていたということは最近出ましたよね。であと放映権は自身が最近いろいろボロボロと喋っていて大久保としている理事長が放映権のデータは内部被爆に使えないということをちゃんと言いました。つまり内部被爆のことはちゃんと調べてないということをおっしゃってるんですね。だけど使えるデータはあるので、ね、そのことを出していくというのが、これはもう私たちの国のことだけじゃなくて世界にとってもう本当に重要なことだと思います。で、それで、ここからですね、山崎さんと一緒にですね、私が学んできた、放射線の害がね、どういうふうに現れるかという話をしますけども、柳崎さんとですね、どうして私が、どうして柳崎さんに私が学びを請うたのかというと、柳崎さんはさっき言った原爆症認定訴訟の、要するに物理学者としてですね、証人に立たれた方なんです。つまり被爆者の方たち、弁護団の方たちから、あなたは物理学者なので、物理学者として放射線の害を法廷で証明してほしいというふうに言われて、さっき言った28回勝った裁判の全体に共通する証言をされた方です。なのでその内容をですね、私は学んできました。で、放射線の害薬、放射線がね、どういうふうに物質に対して作用するのかということの基本的な話、もう時間少ないんですけども、物理学の話をね、少し話したいと思います。いきなりちょっと物理学に入りますけども、皆さん大好きな物理学ですので、聞いてください。非常にシンプルにいきます。で、これね、こういうね、放射線がね、
どういうふうに人間左右するのかって実はほとんど言われないんですよ。でこういうことを、まあ、もちろん国の側は言いたくなかったということがあると思いますけどね。なのでこの基礎を押さえてほしいんですけども、これはもう私たちの世の中の物質的成り立ちの基礎中の基礎ですね。で水素原子がで書いてますけど、私たちの世の中は原子から成り立っています。で原子っていうのは原子核があって、周りにこう電子が回っていて、その電子と電子の相互作用で結びついて分子というのが形成されていますね。で原子として存在しているのはまれです。だから電子が接着剤になって分子ができていると思ってください。でそこに、放射線が飛んできて作用というのは非常にシンプルなんです。放射線は、この電子にですね当たって、電子に当たるとですね、玉突き作用で、この電子を弾き飛ばしてしまうんですね。そうするとどうなるか、電子が当たることによって、これで、この作用を電離作用っていうんですけども、そのことによって分子と分子が切れてしまいます。それで分子切断されてしまう。これがシンプルに放射線が物質に与える害です。なので放射線は生物だけじゃなくてあらゆるものに作用します。よく放射線の高いところはロボットを持ってきゃいいじゃないかっていうね方がいるんですけど、ロボットも放射線に壊れます。だから福島原発もしょっちゅう壊れてますよね。だから厄介なんですよね。じゃあ生物に対してどうなるか、いろんな作用があるんですが、革新的なことは私たちの DNA に作用する。 DNA、 これ二重の螺旋になっていて、遺伝子情報が入っています。そこに放射線が飛んでくると、さっき言ったように分子切断が起こって、命の鎖が切れてしまう。ところがですね、一重切断された場合というのはこの二重のラインで守られているので、まだしもこちらに情報が残ってますから、結構生物は脅威の自己修復能力を持っているので回復することが可能なんです。でところがですね、この二重の鎖が、一重になるときが来るんです。で二重の鎖が一本ずつ分かれます。分かれてどうなるのかというと、一本ずつになったものが自分を複製して倍になるんです。これがね、細胞分裂です。今私たちの体の中で激しく起こっているのが細胞分裂ですね。なので放射線は細胞分裂をしている細胞ほど、被害を出しやすい。じゃあどういう細胞なんですかといったら、典型的には粘膜ですね。よく粘膜っていうのは剥がれ落ちるから、どん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 作り変えられるために細胞分裂激しいんです。だから口内炎ができやすい、鼻血が出やすい、あるいは下痢がしやすい、そういうことが言えるんですね。あるいは典型的には毛根ですね。放射線 の治療をすごくやると髪の毛抜けてしまう、あるじゃないですか。毛根が細胞分裂が激しいのでやられやすいから、一旦髪の毛抜けてしばらくするとまた再生してくるんですね。なので放射線、再度整理しますけども、細胞分裂を激しくしている細胞ほど放射線にやられやすい。では、したがって細胞分裂を激しくしている人ほど放射線にはやられやすいということになりますから、誰なのかといえば子供であり、から胎児なんですね。ただしね、これ間違ってこれを聞く方が多くて、そうなると高齢者、お年寄りは放射線に対して強いっていうふうにね思ってしまう方がいますが、それは全く間違いです。なぜなのかというと、高齢者の場合は細胞分裂の数では子どもよりもずっと少ないんですけども、むしろ免疫力全体が下がっていたりとか、あるいはすでにまあいろんな病気を持っていたりとか、そういう場合がありますね。なので高齢者は放映権の出している論文の中に放射線弱者と書かれています。放映権ですらそう言っているんですね。なので、高齢者は影響が少ないから、高齢者から汚れた食べ物を食べようとかいう方もおっしゃいますけど、それは間違いです。覚悟してそうする場合はあるかもしれませんけれども、高齢者の方も放射線からは優先的に守るべきだということをね、ぜひそこも頭に入れてください。で、その上で放射線が量が増えます。そうするとどうなるか、こんな二重切断が起きます。二重切断が起きるとどうなるのか、もう DNA がつなぎ直すことができなくなってしまう。それがたくさん起こると急性症状で、その方が亡くなってしまいます。ところがですね、この段階でもなおかつ DNA は自己修復を試みます。そしてつなぎ直すことを成功するんですけど、その時にもう情報がぐちゃぐちゃなので間違った結合をしてしまうことがいっぱい出てくるんですね。 DNA の異常再結合です。そうすると DNA が入っているのは染色体ですから、いわゆる染色体異常を起こします。そして染色体異常を起こしたものが細胞分裂でどんどん増えていくので、時間が経つとそれが体に悪さになって現れてくる。これがにわかに健康に被害がないの正体です。にわかに健康に被害がなくてもいつかなれる、そういう意味ですからね。なのでそれが放射線の害だということを押さえてください。でさらに内部被曝の核心問題を言います。今度は放射線の種類を覚えてください。放射線はアルファ線とベータ線とガンマ線というのがあります。このうち一番強いのはアルファ線です。ウランとかプルトニウムからできます。
その次に強いのがベータ線、まあ、セシウムとかも全部ベータ線出すんですけどね、そして一番弱いのがガンマ線で、ただしガンマ線は体の中も通り抜けるどこまでも行くと、ベータ線は1メートルぐらい、アルファ線は空気中では45メートルぐらい。で、これ全然間違ってない、この通りなんですけども、こういう説明の仕方が、まあ、物理学者みんなこう説明するんですが、実は非常にミスリーディングを起こしやすいです。次にこれ広島の平和石、記念館ですね、あそこで撮ってきた写真なんですけど、これよく出されるんです。アルファ線っていうのは紙1枚で止まる、ベータ線っていうのは金属板1枚で止まる、ガンマ線っていうのは鉛でないと止まらない。で、まあ、ガンマ線と X 線同じようなものなんですけど、これ細かく見るとここにね、放射線の種類と物を突き抜ける力っていうことですね。英語でもだから、パワーっていうふうになってるんですけど、これパワー、力使ってるのが非常に良くないんですね。で、なぜ良くないのかっていうと、これ見るとね、どう見てもガンマ線が一番強く見えちゃうんですよね。ガンマ線はもう鉛でしか止まらないんだって、アルファ線は紙一枚で止まるらしいよというふうになると、アルファ線っていうのは簡単に避けられるもんで、ガンマ線が一番怖いってなるんですね。ところがね、これあくまでもガンマ線が一番弱いからこうなるんです。で、ここのところをね、ここがポイントなので、ぜひここを押さえてほしいんですけども、どうしてそうなのかっていうのは先ほどのここで説明します。比喩的に言うとですね、アルファ線というのは非常に大きいんです。まあこんな大きくはないんですけど、まあ仮にこのぐらいだと思ってください。それが飛んでくるとどうなるか、目の前にある分子にことごとくぶつかるんです。だからなんで45ミリしか飛ばないのかというと、45ミリ以内にある細胞の分子をことごとく切断するからです。それに対してガンマ線というのは、非常に小さい、まあ、正確に言うと粒ではなくて波動、波の仲間、あるいは光の仲間、光子なんですけど、ここをねスカーッと抜けていくんです。これがね、突き抜ける力と言われてるんですよ。力じゃないんですね。突き抜ける性格ですね。当たんないんです、なかなか。もちろん確率論的なので、ここに一発目に当たるやつもいることはいるんですけど、一発目に当たれるやつとずーっといったこっちから当たるやつと、平均値を出すと、どのぐらい飛ぶかっていうことになるんですけども、だからガンマ線はあまり当たらないですり抜けていく、そういう放射線なんです。だから、体をすり抜けるってことはどういうことかっていうと、体の中で全部エネルギーつかないってことなんです。アルファ線、ベータ線はどうか、体の外に出てきません。全部体の中でエネルギーを使い果たしちゃうんです。特にアルファ線の場合は、細胞の中では100分の4ミリしか飛びません。逆に言うと100分の4ミリを激しく破壊するということですね。だからアルファ線と、ベータ線、ガンマ線は当たり方が全然違うんです。わかりますか？で、それでもう一度ね、先ほどのこの図を見てください。核心問題は外部飛沫で当たるのはほぼガンマ線だけだって感じだ。ベータ線1メートルだったら飛んできます。当たるじゃないか。当たるけど1メートル来たらもう力がないから体に入ってきません。50センチだとどうか、力が4分の1ぐらいあります。だから多少入ってきます。どのぐらい入っているか、皮膚の、から数ミリぐらいです。だからもう内臓レベルで考えたら、ベータ線もほとんど入ってくることはない。だから外部被曝するのはガンマ線だけなんですね。で、何度も言いますけど、このガンマ線を軸にして放射線の怖さを全部測っている。それに対して内部被曝はこれ食べちゃうんです。なので、これの中、体の中にこれを取り入れたら、アルファ線、ベータ線、ガンマ線、全部当たります。全部当たりますけど、ベータ線でももう体内では1センチぐらいしか飛ばないので、体の外に出てきません。だから、体の外で測れるのはガンマ線だけなんです。ホールボディカウンターってありますでしょ。あれ測ってもガンマ線だけなんです。アルファ線、ベータ線、出てこない。出てこないというのはどういうことか。全部体の中でエネルギーを出し切って破壊をして終わるんですね。なのでアルファ線、ベータ線の被曝の仕方とガンマ線の被曝の仕方は全然別物です。さっきの DNA の切断を思い出してください。ガンマ線はまばらに切断するんです。まばらだったらなんとか一重切断で、DNA の修復ができるので、だからガンマ線で鼻血を出そうとしたら確かにものすごい光線量を浴びせないと出ないんですよ。鼻血は、わかりますか？だからお医者さんそこで考えちゃう。ところが、あの鼻血はベータ線とかアルファ線を出すことが鼻の粘膜にホットスポットを作ってそこで出してるわけですよ。そうするとアルファ線、ベータ線はそこだけを局所的に、被曝するので、それで鼻血とか出てくる、ね、だから内部被曝と外部被曝は全然別物である。本来数値で比較することはできません。できないんですけど、さっきのヨーロッパ放射線リスク委員会はこれ何度も言わないと言ってくれないんですけど、嫌がるんですね、数値で言うの。なんでかというと科学的に難しいからなんですね。でもまあどうしてもと言うんだったら数百部ぐらい倍ぐらいというふうに見積もるしかないと。
で、なんで数百倍なんですかって言ったら、ドイツの原発の周りで観測された技術が揃えてないと説明できないかったって言い方をしてました。だから本来ね、測れないんですよ、ほとんど。で、特にですね、放射線は例えばね、どこに当たったかによっても全然意味が違います。例えば心臓という臓器があります。心臓という臓器はご存知のように右の心室と左の心室が分かれています。その右の心室の上のところに動結節というものがあって、そこが心臓がドクッドクッとなる最初の電波を発しているところなんですね。なので心臓外科医の方はメスを持った時にそこだけは傷つけるなんか失敗してね、そこにやっちゃいけない。なぜかそこを潰すとその方は生涯ペースメーカーでなきゃいけないんです。だから同じシーベルトでもそこをピンポイントでやられてしまうことと、もう少し心臓の心筋の強いところをやられるということは全然意味が違うんですね。まあ単純に考えてください。針で頬を突かれるのと目を突かれるのと全然意味が違うじゃないですか。同じことなんです。だからどこに具体的に当たどういうふうに当たったのかを見ないと放射線の場合は本当は、調べることはできない。それを全く無視して全て外麻線の外部被曝の、数値で測っているのが今の日本政府なんです。だから1ミリシーベルトのこの人は内部被曝をしました。外部被曝を1ミリシーベルトしました。したがってこの人は2ミリシーベルトです。単純足し合わせします。あれ全く間違いです。 1+1 は2じゃないんです。 1+1×数百なんです。だから今の食べ物の値も100ベクレル以下でね、食べたら年間で1ミリシーベルトに収まるって言い方しますけども、実際にはもうそんな数値では全く収まりません。ただいくつなのかってこれはさっき言った言いにくいんですけどね、まあ、危険度は数百倍だというふうに思った方がいいと。だから私たちは内部被曝をですね徹底して避けなきゃいけないということをぜひ押さえてください。で、ごめんなさい、時間がちょっと押してるのを承知の上で、ここから結論文に入りたいと思います。で、結論でですね、ぜひ紹介したいのは、まあ、皆さんよく知ってると思いますが東雄太郎先生を紹介したい、この絵を見ながらお話ししたいと思います。私は去年の、7月に、インタビューさせていただいて初めてお会いしました。東雄先生は、原爆投下時に、6キロ離れた江坂村というところにいらっしゃって、それで直爆を免れたんですね。で直爆を免れて、なおかつ6キロ離れたところにいましたから、原爆が破裂する全ての瞬間をずっと見ていたそうです。で多分今生きていて、あの原爆が爆発する時の情景を語れるのは僕一人じゃないかなというふうにおっしゃってました。で僕も平先生から聞いて初めて聞いたんですけど、キノコ雲って、ね、あの写真でよく見るじゃないですか。あのキノコ雲って下もこう煙になってますよね。最初あれ炎だったそうですね。平先生が見たのはキノコ雲の下の足になっているところが最初は炎だったそうです。でそういう瞬間も全部見られてね、でそこから爆心地にある自分の病院に向かってずっと行ったので、平先生自身も実はかなり深刻な内部被曝をされてて、死にそうになってそれを超えて現在まで来られてるんですけども、以降ですね、今日まで6000人の被爆者の方の主治医をされて、ずっと被爆者の方と一緒に、生きてこられました。で平先生は被爆をしたらどうするかの専門家ですね。だから皆先生何度もおっしゃるんですけど、原爆放射線が、ね、危ないっていう人はたくさんいると。でもそういう人たちが、ね、言うことは、とにかく避難しなさい、放射能が入ってないものを食べなさい、それだけだと。じゃあそれができない人はどうするんだと、そう言えるのは僕だけだから僕は言うんだということで、いまだに全国関係続けられてますね。去年の3月11日以降、取材と講演会合わせて300回超えられたそうです。まあ、ほぼ週にのうち4日間、講演か取材に答えてる、そういうふうなことなんですけど、もう本当にね、たくさんの避難のママさんたちが、もう飛田先生を頼りにしてですね、たくさんの方にもう自分の子がね、被爆してしまったと思うんだけど、どうするかということの相談を持ってます。で、飛田先生がね、そこでおっしゃることは、まあ、皆さんも気になったことがあるかもしれませんけど、被爆をしたらどうするのか。それは、被爆をしたら、それを治す医療もない。治す薬もない。じゃどうするのか。まずは腹をくくりなさい、で覚悟を固めなさい、そして開き直りなさい、そして免疫力を最大に上げて放射線の害が体に、現れるのを抑え込む、それで、長生きをするんだというようなことで、被爆者の方と長生き運動をされてきたそうですね。でなんかすごくいろんなユニークな運動をたくさんされていて、まあ、いろんなこと聞いたんですけども、一つ面白いなと思ったのは、各地域のですね、その地域で一番年寄りの方のいるところにみんなで行ってですね、なぜあなたはその年まで生きてこれたのかということを根掘り葉掘り聞くというね、
で聞いたことをそのまま真似して実践するっていうね、いうことをされたそうです。そうすると全てのお年寄りに共通のことが一つだけあったそうです。皆さん何だと思いますか？長生きの秘訣ですよ。それはですね、食べ過ぎないということだったそうです。これが第一で、第二が早寝早起きだそうです。でそういうふうなことを実行する。でそれで、まあ、日田先生がおっしゃったのはね、原爆を落としたやつらがびっくりするぐらい長生きしてくるじゃないかというふうなことを合言葉にですね、ずっといろんなことをされていきました。で、これも本当にね大事なことでですね、やはり私たちはやっぱり免疫力を上げてね、この放射線の害とやっぱり立ち向かっていくということが大事だと思うんですね。その時にぜひ皆さんに、押さえてほしいのは、まあ、一つはこの福島の放射能は広島にとってどうなのかというと、さっき言ったように広島に降ってます。一つはでそれはうっすらです。でも降ってます。もう一つは食べ物では結構入ってきてます。なので広島のお母さんの母乳からもセシウム出てるんですね。なので、私たちはそういう意味では日本のどこにいてもね、大なり小なりの被爆っていうのは避けられないというふうに思った方がいいし、あとはその実は、北京の水爆実験の時とかプルトニウムとか日本中に降ってるんですよね。俺はだから福島原発でねプルトニウムがどこにいたのか調べてね、出てきた大騒ぎになって、いや大丈夫だ、俺はもともと降っていたもんだって言い方されるんですよ。もともとあったんですよプルトニウム、私たちの周りにね。だからそれは水爆実験なんかでも、降ってる。だからそれに対して私たちがどう考えるのかといった場合にですね、放射性物質が私たちの中にも入ってきていることを前提にどう戦うかというね、考えることが一番有利ですよね。じゃあその時に一つは食べ物として放射性物質が入ってないものをね避ける、これは大事なことで、これはネット上にいろいろな情報があるので、今日もう時間ないのであえてそこは言いませんから、それは探しやすいと思うのでぜひそこは見てほしいと思うんですけども、プラスですね、何が必要になるかといったら、食べ物のあらゆるものの危険性も下げて、リスクの相対を下げるということをぜひ皆さんやってください。その場合に核心問題は、ちゃんと健康に育てられた食べ物を食べるということなんです。わかりますでしょうか。今の食べ物ほとんど食品工場で作られています。例えば食品工場の典型は何か、鶏の鶏舎です。鶏っていうのはあんな鶏舎に住んでません。あれ監獄なんです、鶏にとって。だからあそこにいる鶏はみんなもう完全に体調不良を起こします。それに対してどうするのか、あらかじめ抗生物質を大量に食べさせているんです。なのであの卵には抗生物質いっぱい入ってるんですよ。だからそういうことを私たちは取っちゃってる。だからね、もう本当にねひどいんですよ。経営者の中の鶏って足がちゃんと発育しなくて立てないような鶏がいい。そういうものを今度ブロイラーにしたりして潰して食べてるんですね、私たちが。だからそういうものを避けるということが第一から、第二が添加物ですね。今もう添加物ものすごく入っていて、これもですね、なんていうかな、危険物質がすごくいっぱいあります。一つだけ言います。加工澱粉という名前を覚えてください。非常にいかがわしい、科学的に合成された澱粉で、食べ物を柔らかくするものに入っています。加工澱粉ということだけ頭に入れて、添加物を見てください。どんだけ入っているか。あらゆるも入っています。もう一つ商品言います。山崎のパンです。ものすごく入っています。危険ですよ、もう本当に。ランチパックってね、これ若い人食べるから言うんですよね。ランチパックっていう卵が入ってるやつあるんですよ。ね、コンビニ行ってみてください。卵が入ってる商品っていうのはみんなこう冷やしてあるとこ置いてあるんです。ランチパックだけは常温のとこに置いてあるんです。ね、卵なんてすぐに腐るんでしょ。防腐剤とかもうたくさん入ってるんですよ。だからそういうものを避けるってことが大事でね。実はそういうものを避けると必然的に放射能も避けられるという仕組みがあります。なぜかというと、今まで危険なことを生じてもう平気で売るような方っていうのは放射能も避けてくれません。逆に今まで安全なものを作ってきてくれた方は放射能もすごく敏感に避けようとしてくれます。なのでもう危険はダブルで来る、安全もダブルで来るので、そういう添加物をね入っているものとかすごく危険なものが入っているものは避ければ放射能も避けられる可能性が高いので、そういうものを選んでくれるということをぜひ皆さんやってください。それからですね、本当に最後になりますが、日田先生はですね、皆さん、そうは言ってもね、危険な食べ物を避けるばかりにね、食べ方が大事だということを忘れているとおっしゃいました。で先生、食べ方は何が大事なんですかって言ったら、それはやっぱり30回、40回噛んでるというね、ゆっくり噛んで味わって食べてください。消化をちゃんといいようにしてください。これ一つですね。あともう一つはですね、先生がニヤッと笑っておっしゃるのは、ご飯を食べるときは、親しい友人とか家族団らんで集まってですね、楽しい話題で食べてください。くれぐれもその時は夫婦喧嘩をしないでください。でなぜかというと、楽しい話題で食べた方が消化吸収力が段違いにいいことを証明されてるんですね。
私たちは結構単純なんですよ、人間って。で、実は免疫力も同じで、やはり明るい気持ちとか内向きな気持ち、温かい気持ちに包まれた時の方が免疫力が上がるんです。なので伊田先生が、僕は毎朝起きると免疫力を上げるためにやってることがあるんだよって言うんで、先生何してるんですかって言ったら、僕は朝起きると妻の手を握りますって言ったんです。だから、それ皆さんやられるかどうか自由ですけども、やっぱそういうふうにね、温かい前向きな気持ちになった時の方が私たちの免疫力が上がるのはね、間違いないんだよね。だからやっぱり温かい関係、人を大事にし大事にされる関係っていうことがですね、今の時代今まで以上に大事なんだと思うんですね。でそれを考えるときに、最初に福島のこと、や東北のこと言いましたけども、あの苦しい状態にですね、東北の方たち この苦しみを私たちはシェアし合ってですね、それを助けていくっていうふうなことがですね、社会に蔓延することが大事だと思いますし、もう一つ、今日本の社会は、原発をね、反対しようとする運動がもうかつてなく高まってます。この運動を誰が作ったのかといえば、それもまた福島や東北の、方たちが全国に散って、原発事故が終わったらこんなに苦しいことを、苦しいってことを、ね、おっしゃってくれるからだ。その意味で僕はずっと西日本は東日本を助けるべきだと言ってきましたけども、私たち西日本は東日本に先に助けられていると思います。なのでもうどちらがね、どちらを助けるということじゃなくて、本当に一緒になってですね、少しでもきれいな地球をですね、未来時代に渡していくためにですね、皆さんと一緒にですね、努力をですね、重ねていきたいと思います。ちょっと長くなってすみませんでした。